おはようございます。Google から通知が来ましたね。Google マイビジネス。まあ、これ何年も来てるんですけども、ずっと無視し続けてるんですよ。まあ、あの、何かっていうと、まあ、なんか、Google でねこう、ビジネスを加速させるための広告をやりませんかっていう話なんですけども、まあ、最初の1万円とか1万5千円はサービスしますんでって形なんですよ。まあ、いいんじゃないかなと。これ利用したらいいんじゃないかなと思うんで、私そろそろ利用しようかとも思うんですけども、ここにね、 1>, 1万5,000円分かなんかの確認コードあるでしょこれ打ち込むと広告費の最初のうちはまあただになるという感じですよね、まあ、それによって効果が出るようだったら今度は正規の広告料を払いながらビジネスパフォーマンスを上げていけばいいんでまあ今はねそんなにお客さん広げようとかビジネスで商品売ろうってあんまり思わないんですけども、まあ、体験としてね試しにやってみようかなって気にはなりますねでもなぜかね私集客に困ってる時もこれ使わなかったんですよというのがこれの意味が分かんなかったんです 今おかげさまでグーグルとか YouTube の機能を使わせてもらって多くの方からねメッセージを頂けるようになってそして同時に私が指導している塾生さんに携わっている時にね本当に集客がどんどん難しくなっているまさに下等競争になっている時にもうねインターネットの広告を利用するっていうまあお金かかりますけどもね 広告を利用するっていう道も、まあ、本気で考えなななくいいいけないのかなと思いますよ、ね、え特に広告がまだね競争が激化してない時に単なる量産で集客できた時期っていうのはあったんでそこに乗れた私は良かったんですけどももうその時期も過ぎたんでどちらかというとこれからはあのさらにねあの競争が激化していってほとんどの人が勝負をしても勝てないっていうね圧倒的情報二極化が極限まで高まる時代に。 やっぱり今はね広告で生き延びる時代じゃないかなと思うんですよね、うんまあ、実際私ちょっと使ってみますんでその後でね、えー、どういうふうに感じたかっていうのをお話しようかと思います、うん、私はねグーグルマップとかでもねかなりアクセス集めてるんで本当にいろんなところに初期の頃から埋め込んでおいてよかったなとその頃のまあ蒔いた種が今結構ね収穫になってるなと。が年後の 今にすごく生きてるなあってところがありますんであのすぐに稼ぐ方法と育てる稼ぐ方法って両方いりますよね言ってみれば狩猟民族と農耕民族の両方の特質がいるんですよ狩猟民族ってのは今日の稼ぎ今日ね、まあ、いろんな小動物を捕まえたり木の実を取ったりとかして本当にあの今日食べる分だけゲットしていくって感じですあとは育てて巨大な収穫を狙う農耕民族みたいなね田畑を耕して すごく広く栽培してで害虫駆除したりとかっていう感じかなと思いますけどね本当に今そういうハイブリッドのね農耕民族と狩猟民族のハイブリッドの時代が来たんじゃないかなって思わせるそんなエピソードでした。